皆さんこんにちは、ベスルンです。今回は超手の100足ジラフの攻略方法を解説します。本的に全ての攻撃をパリしていきます。危険攻撃はジャンプでかわし、踏みつけます。また、傘を使用すると刀より容易にパリができます。第二形態も同様です。先行時のジラフも同様の方法で攻略できます。最後に印刷して終了です。ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録お願いします。